これは一見ガラス片のように見えるが、実は人工的に作られたダイヤモンドの板。ダイヤモンドは世界で一番硬い鉱物として知られているが、実はもう一つ興味深い性質を持っている。それを確かめるため、こういった装置を作った。まず、坂道の真ん中に先ほどのダイヤモンドの板を設置する。次に、板状の氷を坂の上に乗せる。滑り落ちようとする氷にダイヤモンドの板が少しめり込み、押しとどめている形になる。この時、このダイヤモンドの板を指でつまんだり離したりすると、何が起こるか想像できるだろうか。では、まずつまんでみる。ダイヤモンドの板が氷をみるみる切断していく。指の熱がダイヤモンドを伝わり、周辺の氷を溶かすことで氷が切れていくのである。指を離すと、指からの熱の供給が断たれ、切れるのも止まる。再びダイヤを指でつまむと、熱の供給が始まり、まるで電熱線のカッターのように切断が再開する。この時、実は指先はとても冷たく感じている。直接氷を触っているわけでもないのに、ダイヤモンドによって通常ではありえない速度で氷に指先の熱が奪われるためである。氷の塊に鉄やプラスチックの板を当ててもなかなか切れないが、ダイヤモンドの板を当てるとみるみるうちに切断されていく。これこそダイヤモンドの圧倒的な熱伝導率の高さの表れである。未来の科学者たちへ。ニムス。